で、このままここ通してみた。あ、一回通すだけね、うん。それでこの、もう一回この丸いのを通す。うん、これ引っ張る、うんうんうん、これこいつは開けとく、これ開けとけば、うん、もしもビレーとか何かあるときに、うんうんうん、ここにカラビナかけたりするのが、うんうん、なるほどね、この方がやりやすい。ほう、わかりました。でこれはこれさサイドにここでそこにかけれると、うんうんうん、でこれはこっちで左右分けてもいいし、メインロープね。あ、ごめん、これはどういう時に使うんじゃ、ね、こっちはポヨって出てる。これはなんか安全を確保する時。ああ、そうかそうか。だからユマールあっても、うんうんうん、ここ ATC 使うと、まあ全体でもう一回言いますからね。そうかそうか。こことグッと引っ張ると閉まります。ここ二つ通してこいつを開けるってことね。閉めといて、うん、こっちにこうで、もう一つ出してるやつ。カラビナ。So lengths a little bit longer than car stand. But yeah, you know. Okay. We have two devices. One carabiner, one Jumar. Yes. And both.どんどんみんな。Why we use two, you know? Okay. At the next anchor, we have to change like this. So, only one is. If we have only one, we have to take. Good. So that's why we use two devices, Jumar and Carabina.Okay, so this carabiner, when we move, clip here, ここからですね。Clip here, or clip here, especially traversing. Here. 横に行くというか、どっちでもいいです。上とか下の場合は。ここが一番ロープの流れがスムーズに。はい。はい、じゃあ皆さん、